ただいまから第17回四大学連合文化講演会を開会いたします。毎年ご好評をいただいておりますこの講演会も、第17回目を迎えることとなりました。今年は3年ぶりに会場にも多数の方にご来場いただき開催できますことを、関係者一同大変嬉しく思っております。 本日の講演会のテーマは、学術研究の最前線、環境、社会、人間です。東京医科歯科大学、東京外国語大学、東京工業大学、一橋大学の4名の研究者から、それぞれ、 学術研究の最前線をわかりやすく解説いたします。また、その他に、東京工業大学の学生2名からキャンパスライフをご紹介いたします。この2名の学生のプログラムにつきましては、ご質問も受け付ける予定です。詳細は、 後ほどご案内いたします。申し遅れましたが、私は本日の司会を務めます、東京工業大学科学技術創生研究院、業務推進課長の田中と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、早速ですが、まず初めに、4大学連合を代表いたしまして、 東京工業大学マス・カズヤ学長より開会のご挨拶を申し上げますなおマス学長は本日出張中のためあらかじめ録画したビデオにて挨拶をさせていただきます皆さんこんにちはただいまご紹介のありました 東京工業大学学長のマスです本日は私どもの四大学連校が主催する文化講演会にご参加いただき誠にありがとうございます。本日はビデオによるご挨拶で大変恐縮ではありますが本年度の会場校である東京工業大学を代表して一言ご挨拶を申し上げます。昨年 一昨年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、オンラインのみによる開催となりました。今回は、オンラインによるライブ配信に加え、3年ぶりに講演会場でもご参加いただけることになりました。会場でご参加いただいている皆様方は、熱気に包まれた臨場感あふれる雰囲気を感じていただいているのではないでしょうか。また、 オンラインでご参加いただいている皆様方におかれましても地域や距離の壁を超えて各大学の最先端研究に触れていいただけることと思いますさて四大学連合は東京地区にあってそれぞれ異なる特色と強みを持つ4つの国立大学法人東京医科歯科大学東京外国語大学東京工業大学 一橋大学の4校からなり2001年3月に各大学の学長が4大学連合憲章を締結し結成されました教育面においては分離を横断する9つの複合領域コースを開設しており例えば東京工業大学の学生が他の3大学の授業を受講することもできますそれぞれの大学が 特色ある事業科目を学生に提供することにより新しい人材の育成を目指しております学術研究面においても社会的要請に応え4大学がそれぞれの強みを生かしつつ独創的な活動を推進しております一例を申し上げますと2021年1月に4大学連合 ポストココロナ社会コンソーシアムを結成いたたししましたこのコンソーシアムでは4大学連合で学生的な取り組みを強化し新型コロナウイルス感染症およびポストコロナ社会に関する研究を進め有効な対策に関する政策提言を行うこととしております。昨年12月には東京工業大学企画のもと 異分野融合イベントを開催し四大学から文系理系の割合がほぼ同数となる合計21名の研究者が登壇し50年後の未来などについて工学医学法学民族学といったさまざまな専門的な見地から多角的に議論が行われました。さて先日発表させていただきましたが 国立大学法人東京医科歯科大学と私ども国立大学法人東京工業大学は両法人並びにそれぞれの法人が設置する大学を統合し一法人一大学とすることについて合意に達しました現在2024年度中を目途として統合を目指しているところでございますしかしながら これまで培ってまいりましたこの四大学連合の取り組みについては今後も継続して実施していけるように関係大学と調整を図っていきたいと考えているところです。本日は学術研究の最前線環境社会人間というテーマで四大学のそれぞれの研究者から専門分野における最新の研究成果を分かりやすく解説していただきます。 また今回はたくさんの若い皆様にもご参加いただいていますその思いから東京工業大学の学園祭である高大祭の開催日に合わせて開催することといたしましたさらには東工大の学生2名によるキャンパスライフ紹介の時間も設けております今後の学生生活の参考となる有意義な話をお届けできるものと思っています 最後にこの後ご挨拶をいただきます文部科学省研究振興局大学研究基盤整備課課長黒沼一郎様ご講演いただきます高須先先先先生生生生倉部啓太先生松下美穂先生丸川恵子先生そして本文化講演会をご講演くださいましたお茶の水会東京外語会 蔵前工業会助水会の皆様方に厚く御礼申し上げますそれでは皆様どうぞご講演をお楽しみください